展覧会のポスターウィーン国際音楽演劇博覧会は、1892年にプラーター公演において催された音楽と演劇の博覧会。展覧会場1891年、モーツァルト没後100年記念祭が催された。これに触発されたメッテルニヒ公爵夫人パウリーネにより、彼女を中心とする旧護シ来への博覧委員会が組織された。 開催期間は1892年5月7日から10月9日まで。期間中には多数の演奏会や劇の上演が行われたが、特筆すべきは音楽家の所持品や肖像画、楽譜なども展示されたことである。1873年のウィーン万博以後、ウィーンでは多くの博覧会が催されてきたが、こうした試みはそれまでにないものであった。 音楽の博覧会という理念の下で音楽をものとして扱う考えが生まれた。博覧会に合わせて販売されたピアノ曲集の楽譜は演奏のためという本来の役目を離れて見上げ物としての性格も帯びたという展示品のほとんどがドイツかオーストリア関連のものだった。最終的には多額の赤字を出して終わった。メッテルにヒ公爵夫人は ヨハン・シュトラウス二世に開幕式のための新作アルズを依頼した。博覧会にふさわしい友愛的精神を示した、題名のアルズ、諸人手おとりである。さらに、公爵夫人は、シュトラウス二世に対し、ドナウの水の生と題した、博覧会の呼び物としてのバレエを書かせようとしたが、こちらは拒絶され、代わりにヨーゼフ・バイヤーによって、シュトラウス二世の音楽を引用したバレエが生み出された。 また、委員会は、祝祭のためのカンタータをブラームスに依頼したが、ブラームスはこれを断り、代わってブルックナーが、詩編第150番を作曲した。ABC 若宮2013、P174、AB 若宮2013、P177、AB ホイベルガー P80。ありがとうございます。